みなさんこんにちは今回は LED の光の色を検出してモーターを回します LED の光と色をスイッチにして色ごとに違った動作をするといった感じですまずは緑黄色赤の三色の LED がボタンを押すと光るといったものを作りました 次に、リレーーーで動作作するモーターを作りました。電池からそれぞれのリレーにつながっていてラズパイの GPIO がオンになるとリレーがオンになってモーターを回します Python でプログラムを書いていきますまず、と、 とをインイと GPIO をポートします USB カメラを使うと書いて GPIO の4番と5番をリレーを動かすための出力としておいて最初はオフになっているようにしています緑の LED を検出して緑のピクセル数を数えますこの HSV の色範囲は LED が点灯している時だけ検出するように微調整が必要です同様に 赤色の LED を検出して、赤のピクセル数を数えます。ここは、緑と赤以外をマスクした表示用の画像を作っています。検出した緑のピクセル数が、600以上のときにピクセル数を表示して、GPIO の4番をオンにします。この600は、 点灯しときだけ動作するように調整が必要です同様に検出した赤色のピクセル数が600以上のときにピクセル数を表示して GPIO の5番をオンにします緑も赤も600以下のときは4番ピンと5番ピンはオフにしますそして元画像と結果の画像を表示します ラズパイのの画面を見ると、このようになります。今回は緑黄色赤の3色の LED で黄色は検出しないことを確認しています転倒した時の色だけを検出するように範囲を調整するのがポイントです 今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。